スポーツバーの皆さん、こんばんは、亀山努です。こんばんは、NBS アナウンサーの亀井真りです。はい、そして今日の亀とも、セレス大阪の森島博明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日はあったかかったですね。大阪は16度、17度、18度ぐらいまであったというふうに聞いてますけども。はい。はいはい でも気合入れてきました、今日。え、<laughs> ってことは普段は気合入ってない。いやいや、違いますよ。じゃ、も開幕しましたしね。たはい。そういう亀山さんは、あったかくなったら、いきなりポロシャツ半袖ですね。<laughs> <laughs> や、そう、昼間は、ちゃんとスポニチで、の準予想の座談会やったから、スーツだったんですけど、ウルトラマンじゃなくて3分しか我慢できない着替えできないっ首がきついですけどもね、でも本当、あったかくなりまして、暖かくなりましたね、急旬なんていう言葉もありますが、J リーグはすでに一足早く開幕しております。後ほどじっくり伺いますが、セレッソ大阪はここまで2勝1敗、勝ち点六の3位という滑り出しです。 そうですね、うん、まあ、初戦ね、優勝、ねあの、去年の優勝チーム、広島、そこには負けましたけどね、まあ、まだまだのところはありますけど、まあね、ここで連勝したっていうのは、すごく大きあとで出ると思いますけど、はい、今年は優勝候補だぜ、これとか思いながら、やっぱセレスト見て。はい やっぱ広島って強いんだなっていう、改めて、うん、結構メンバー変わったんでしょ変わってましたね、まあ、そんなに広島良かった感じはないんですけど、うん、何かね、むしろセレッソの方が良かったんちゃうかなと思うんですけど、はい、終わってみたらこの結果っていうね、そういう底力はちょっとやっぱ感じましたけどね。でも ACL も含めて、どんどんセレッソ自体も調子が上がってきていますそうですね、うん、まあ、コンビネーション、まあ、新しいメンバーもね、たくさん入ってきた中で、はい、まあ、本当、こう、まだ楽しみですね。 今シーズンはね、今日は何と言っても森氏さんに、ここからの今年のセレッソの期待度、戦いぶりなどについて。戦力分析も含めて、じっくりお話を伺いたいと思っています。<い>リスナーの皆さんからも、メール質問お待ちしています。セレッソのここが聞きたい、森氏さん教えて、大歓迎です。カメ友アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。カメ友アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコムで、あなたからのメッセージ質問お待ちしています。カメ友スポーツマンデーの。 公式ホームページにもメールの送信ホームがありますのでご活用くださいまた公式ホームページではウェブラジオの配信も行っています番組の放送翌日火曜日、えー、アップしております聞き逃してしまったという方関西圏外の方 パソコンからもウェブラジオでお楽しみいただけますメールご紹介させていただいた方には今まではカメトしのりのプレゼントだったんですが在庫一掃できましたので今次期ノベルティを選定中です4月には発表できると思いますので読ませていただいた方には名簿に載せていただいてバックオーダー決まり次第追加で送らせていただきますはいそれでは終までよろしくお願いします 最初のコーナーは、亀友スポーツジャーナル、スポーツに関する様々な話題について、亀山智とさん、そして今週の亀友セレッソ捜査官バサラー、森島博明さんとお話をしてまいります。<い>まずはこちらから、開幕地下市プロ野球、プロ野球の各球団、開幕に向けて、オープン戦を行っています。まずは気になるセ・リーグ、タイガースですが、急遽全体練習が行われました。うん、今日は試合ない日だったんですが、 あまり成績がオープン戦とはいえ良くないということで全体練習が指定されました主力選手も参加明日からの6連戦を控えて本来なら休養日のはずだったんですがちょっと異例の状態調子を上げていこうという和田監督の意図のようです試合でももうちょっと点が入るケースをつ作っていかないと雰囲気も盛り上がってこないしとコメントしています、うん、まあオープン戦ですからということなんですが どううなんでしょうかのまあ、その勝つに越したことないし、点が入るに越したことないと思いますけど、<A> あくまでもオープン戦なんでね、<laughs> これ調整中ということを考えれば、<laughs> うん、確かにだから監督からしたら、もう気持ち悪くて仕方ないと思いますよ、スムーズに機能しないっていうのは。うんうん、だけど、どうなんでしょうね、これ。 難しいよ、ねしいね、これ。他のあとニュースもいろいろ出てきますけど、はい、結構主力ピッチャーでも打たれてるとこもあるぐらいなので、うん、1>, 1回ここで疲れて落ちてってもう1回最後のこの2週間ぐらいかもう2週間ないのかっていうところで言ったらこの辺が1回ピークで休んで開けてもう1回開けていって開幕みたいなイメージだから。<ー>うんちょうど ちょうど疲れてる今がそこでも構わないと日程をにらんだらという見方もあります、ね、うそう今まで休んでた人はこの後に出てくるけどね全力で、はいえー、追いかけてきてるけども <laughs> そこですわ、はい、秘密兵器というあだ名さえついてると聞いています、はい、新外国人阪神のゴメスマウロ・ゴメスです右、えー、膝裏板 右膝裏2で調整が遅れていましたが土曜日の教育リーグで初の実戦に臨みました3番 DH3 打席立って2打数1安打1デッドボールという結果でした中村ジェネラルマネージャーご覧になってましてうんまあね投げる球を間違ったらスタンドまで行くぞという雰囲気はあるよね 2打席目なんかもあの辺を捕まえられるようになると本調子だろうねと感想を語っています翌日曜日ファーストでも守備につきました今日にも一軍に合流予定だということですゴメス選手本人の談話あとはピッチャーとの間変化球になれないと左投手を3打席見ることができてよかった守備も5回を守って感触は問題ありませんよと話していて明日の練習試合スワローズ戦にも出場する意向だということです、うん まあぼちぼちですかねいやぼぼちぼちじゃなくて、ゴメス入れた上での、要するにベストオーダー組んでいかないとだめなので、<laughs> はあ、要はだから、ゴメスが来るまでは、どうでもいい言うたらあかんけど、<laughs> あんまりその打線とか点とかっていうことは気にしなくてよかったんじゃないかなと。<laughs> ゴメスが入った時にちゃんと線として機能するかどうかが大切のほうが大事だと思いますけどね、僕はね。うーん,うーん さあ、こちらは問題ありません。新守護神のオースンファン投手、ベイスターズ戦同点の9回から5番手でマウンドに上がりました。ぴしゃりと当たり前のように抑え、149キロの外角ストレート、空振り三振、そして137キロのカットボールは宇宙間二塁打に運ばれましたが、後続2人のバッターは全て直球勝負で打ち取ったということです。最速150キロも2度計測。和田監督、 まっすぐはもう前に飛んでなかったね1球打たれたのはスライダーかなその後はもうまっすぐで意図的に空振りも取れていた何も言うことはないねと満足げだったということですもうオーストラリアに関しては鉄板ですね亀山さん鉄板ですしこの時期よりもバッターさらに上がってくるんでね、はい、ストトレートに関してはだから、うん 抑えて当たり前という立場でいてもらわないと、はい、それぐらいのポジションで来てますのでね大数ファンがダメだったらもうあとどこを心配したらいいのかっていうぐらいいや要はそこまでつなぐところが大事です、はい、今はね、うんはい 一方オリックスですバファローズは、えー、金曜日のマリーンズ戦に亀友でもおなじみの井川投手が先発登板しました初回ワンアウト一三塁から犠牲フライで1点を失いましたが4回72球を投げて3安打1失点の好投で存在感を見せました井川投手本人の談話 今日はゲームを作ることができましたストレートが浮くと長打を食らうので低めに投げましたとしきっちりと修正した姿を披露開幕ローテ入りを確定的なものにしたということです森脇監督もストレートに力が出てきてチェンジアップも操れるボールがあった確実に1つ2つステップアップしているねと納得の表情だったということですこれでバファローズの開幕ローテ金子井川ディクソン西 岸田、松葉の6投手で内定しそうということですマエストリは外,人外国人枠の問題で保留扱いですが骨格は着実に見えてきたということです一方、糸井嘉男選手1軍に合流右脇腹痛で離脱していましたが練習はフルメニューをこなし痛みもないです早く試合に出たいですねとやる気満々だということです、うん、明日のドラゴンズ戦で早ければ糸井選手も復帰加入してくるということです まあ、オリックスも戦力的には、亀梨さん、申し分ないですので、はい、あとはどれぐらい、ここの選手のコンディションが上がってくるかでしょうかまあだから本当にこれ、6人が内定というローテーション、も金子投手は文句なしですよ、はいえ、あとの5人がうまく機能してくれればというところなのでね、ディクソンもそこそこ、ディクソン2試っていうところも、計算はある程度できると思うんですけど、井川、ええ、投手が。 どこまででけるかすそれでちょうどこの両サイドのピッチャーが生きてくるところもあるのでね、はいえー、これいけると連勝っていうのが見えてきますからうん、まあ、パ・リーグ、先週のゲスト、ギャオス内藤さんもおっしゃってましたが、はい、ソフトバンクが戦力的には抜けてるけれども。はい FA などの選手が多いのでチームの輪が乱れるともう本当に混沌としてくると、はい、そこにつけ入れるかどうかですよとおっしゃってました、うん、オリックスがそこに名乗りを上げられるかどうかとといううころでですすよね、うん、そうですねそだからまあ伊藤井選手あたりがもうピシッと開幕に来れば、うん、脇腹痛ってのは結構怖いですからね<ー>、うん、すぐパッとこう再発しやすい場所なので。 そのの辺はちょっとと気気をつけけたいいかないう気がしますけど、はい、一方、セ・リーグではやっぱりここが優勝候補だとギャオスさんもおっしゃってましたジャイアンツなんですが昨日のホークス戦に内海投手が先発しかし5回11安打8失点と炎上し4月1日、d n a 戦に内定している初登板に不安を残しました原監督。 先発があれだけ点を取られるともうこういうゲームになるうちの大黒柱なんだからやってもらわないと困るねと言ししました原監督オープン戦はわざと辛めの采配辛口のコメントを意識しているようにも見えますうん戦力的にはでもやっぱり抜けてますよね強いし相手もソフトバンクでしょ <laughs> はいここも強いから <laughs> あのまあまあだから 余裕のあるチームは、うん、今こうだってよかったよねと思えるわけですよあ悪いとこ出しといて、うん、そうそうそうあらそう思って前向きに進まないと、うんうん、あダメだぞどうすんのって言ったところで、うん、3月28日は必ず来るんだから <laughs> ギャーギャー言っても開幕は必ずするんだからね、はいうん、そこに向かって頭の中身も含めて、うん、いい方向に仕上げていってほしいなというのが僕の中での 正直な気持ちですね J リーグはすでに開幕してますが、森さん、はい、開幕を迎えるまでというのは、やっぱり選手としては不安なものなんでしょうかね。まあその、野球でいうオープン戦というのが、サッカープレーシーズマッチとかね、はい、そういう形で試合やる中で、ある程度、うん、まあもちろん勝つに越したことはないですけど、少しこう手応えっていうものを感じながらは、リーグには入りたい。 ととこころではあると思いますけどねうん、うん、なんかこうあ負けたけど、自分たちなんかこうやってることはいいなっていう感じの手応えがあると、意外とそのすっとその初戦の入り方でね、チームが乗っていくっていう形もありますからね、はい。例えばゲームに負けてても、連携などでいい部分が見えてくれば、そんなに選手としては不安はないと、そうですね、内容がやっぱり大切だという、まあ、ことまたね。こうチームが 乗っていいきやすす要素だとは思いますけどね俺は信じてるよは俺は信じてる野球を <laughs>、うん、もう間違いなく、はい、ジャイアンツソフトバンクってのは強いんですよ、はい、セ・パでね、はい、今日もそんな話だフら,ら出てました、はい、ただ6月にサッカーさんはワールドカップがある、はいね、そこに向かって J リーグも含めてガンガンこう ガンバもセレッサもっていう流れで盛り上がってくる中で阪神、はい、オリックス頑張らんと <laughs> 6月でもうジャイアンツとソフトバンクが抜け取ったら、はい、全部サッカー行くんですよこれそうですね<ー>新聞紙面メディアの扱い これは他球団野球全体の問題として頑張らないとペダントですそうだからパ・リーグはソフトバンク以下5チームパリーグはジャイアンツ以下5チームが全部でやっつけにいかないと <laughs> え盛り上がっていかないっていうのを信じてるので<あ>今おとなしくても開幕したら元気になりなバタバタするなと、はい、変わってはサッカーです 今シーズンホーム初勝利プロサッカー J1 は第3節が行われセレッソ大阪は清水エスパルスと対戦4対1で勝ちホームでの今シーズン初勝利を上げていますとにかくフォルラン柿谷選手にずっとスポットライトが当たっていった当たたっていた感のあるセレッソなんですが、はい、ホーム初白星を呼び込んだのは 後ろ側、最終ラインを支えるディフェンダーの人たちでした。前半15分、センターバック山下選手のロングフィードに抜け出した左サイドバック丸橋選手が左足で合わせて先制。PK から同点に追いつかれた後の32分には、ショートコーナーから右サイドバックの酒本選手が右クロス。そして山下選手が高い打点のヘディングで合わせ決勝点を奪いました。山下選手、 後ろからら走り込んでいったらいいったたボールが来ました前の選手は警戒されているしセットプレーからも取れるというのをオプションにしていけたら良いと思っていますと主君のゴールを振り返っていました開始から清水の守備にウルガイ代表のフォワード・フォルランそして柿谷陽一郎選手が苦しめられた中山下選手は。 1>, 1, 得点1アシストの大活躍でしたさらに後半のロスタイムには亀友にも登場してくれましたフォワード杉本健佑選手が今シーズン初ゴールポポビッチ監督攻守にまだまだ課題は残りますとしながらも第3節を終えた時点ながらセレッソ大阪2連勝で3位に浮上です現在 J1 はアントラーズとマリノスが開幕から3連勝そしてセレッソ以外にトス、浦和名古屋広島が2勝1敗の成績となっています うん、この第3節、モイさんはどんなふうにご覧になってま,したまあそうですね、まあ、ちょうどシャンドーンと、ね、ACL 終わって、すぐにこうホームで清水エスパルスを迎えての戦いだったので、選手たちがどういう入りをするかなっていう感じはしたんですけどね、やっぱそのなんかこう負けた中で、選手たちの気持ちっていうのがね、すごいこう球際とか。 やっぱゴールへ向かう意識っていうのが出てたゲームだなっていう感じはしましたね ACL でちょっとやられたことが起爆剤になっていたとううんなんかそれをすごくこう感じるだけのね、球際と、やっぱゴールへの意識っていうのが、もう、開始のホイッスルとともに全員がありましたから、うん、まあそれがまあ丸橋選手の先制点もね、本当、前、ディフェンスの選手たちがやっぱこうゴールへの意識を持って、相手の背後に走り込んでのゴールですから。うん まあそういう意味では、なんかそういう勢いっていうかね、まあ、敗戦でなんかこう、チームがまたこう乗っていくんじゃないかなという、まあ、勝利だったように感じましたけどね、うん、よく薬にするなんていう言葉がありますけど、まさにすごく刺激的な材料になったわけですよね、負けが。まあそうですね、うん、だからもう見てても、本当にこう選手たちが、球際も負けないですし、伸び伸びやってるんで。 もうそれれは絶叫ししすぎて声枯れましたもんね <laughs> ただ確かにそうですよねこれあのホルラン柿谷っていう名前がね、はい、ゴールの前にボンといるとさすがにそりゃ相手もそっちに行くわね <laughs> まあそうですよねそこでこういうで点の入り方してるっていうのはこうあ幅っていうのかなその点得点の幅、はい、っていうのを感じますけどね,そうですね入れるだけじゃなくて、はい、そういうとこも含めてだから攻撃の。 その一方その他ガンバ大阪はアウェーで仙台と対戦しましたただ代名詞の超攻撃スタイルからはやや程遠い内容仙台にシュートわずか1本に抑え込まれてガンバスコアレスドローに終わっていますフォワードの佐藤選手クロスに入る人数も少なかったしもっと打たないとストレスのたまる試合でしたとうなだれていたということです一方大黒発射の遠藤選手は カウンター狙いというわけではありませんただ組み立てに問題があるのは確か修正していかないとと厳しい表情で試合を振り返っていました J2 では格の違いを見せつけたガンバですがやっぱり J1 となると それなりに厳しさがあります、ね、ただや頑う、やっぱり張っていう攻撃的な、ね、チームだけに、シュート1本っていうチャンスっていうのを考えるとね、ま,あまだまだこれからいろいろやっていかないといけないのかなっていう部分はあるんですけど、まあただこれ、シュート1本で勝ち点をしっかり取ってるっていうところはね、<laughs> 取られなかったと、そうですね、だから、まあ、うこういう苦しい中でも、やっぱ勝ち点を取れるっていうのもすごく大事なところではあると思いますしね。 まあそういう意味では、まあ、もっともっとこうコンビネーションとかそういうものっていうのも、まだは、ね、この J1 の中でもう一回よくなってくればね、攻撃型のチームですから、まあ、そういうところっていうのは出てくるんじゃないですかね。なるほどね森さんおっしゃったように、超攻撃型だけどシュート一本に終わってしまった、そんなうまくいかない、自分たちのサッカーができない中で、辛抱して勝ち点1を取ってしのいだということも大切なことですよね。そそうですね、まあその、うん 勝ち点というものがね、うん、今後、チームがまたこれ、攻撃の形が出てくると、はい、またこうそれが勝ち点3にこうつながっていきますからね。一方、関西のもう一つ J1、ヴ、え、ィ、ー、ッセル神戸はホームで FC 東京と対戦し、2対1で勝利しています。 2012年11月17日以来となるこのカード J1 での白氏にゴール前神戸イレブンの歓喜の輪ができました足立監督この3試合で J1 でも十分戦えるのが分かったと手応えをにじませていたということです一方女子サッカーは国際親善大会アルガルベカップの決勝が行われました世界ランク3位の日本代表ナデシコジャパンは2位のドイツに0 3 0対3で敗れて初優勝はなりませんでした なでしこの佐々木監督良い勉強になりました後半に動きが止まってしまった中でミスが重なりましたとコメントしています5月には来年のワールドカップカナダ大会の予選を兼ねるアジアカップが待っていますが佐々木監督やっていることは間違いないミスを減らせば戦えますと話しています ただ、昨年から若手に切り替えたドイツは最年長が28歳10代の選手も出ていたのに対して一方の日本なでしこの主力は20代後半なかなか世代交代が進まないということですね。 佐々木監督まだまだ2011年ワールドカップのメンバーもできるという感触があるがそこに若い選手が入ってくれればと話しています三山キャプテンはワールドカップはもう1年後ですチームの成長を早くさせないとということで既存の戦力で成熟度を高めつつ若手の参入を待つという形になりそうです われわれ見てとてもあまりにもあのワールドカップの澤さん、三山さん、はい、そして川澄さんというあたりがすごかっただけに、はいうん、若い選手がそこに割って入るっていうのはなかななかか大変なことですよねまあ絶対的にね、うん、やっぱりこう存在感がある選手たちですから、ね、まあただ、やっぱそこのポジションというのをやっぱこう奪っていく若い選手が出ないと。はい やっぱこうね一回世界一になってますけど、うん、次のこうワールドカップっていうのは、なかなかやっぱ苦しくなってきますからね、はいうん、そういう意味では、もうやっぱそういう若い選手たちも、いい選手多いですからね、阪神も亀山さん自体はこう、掛布、岡田をどう突き破ってこう。 上を目指すかっていうう世代でした、ね、そうだと思いますよだから、常に世代交代っていうのはそういうことですよね、タイガースが強い時代があった、GFK がいたっていう時代は、はい、その強いタイガースに対抗するためのチームを他が作るわけですよ、うんはあ、で、必ずその加齢していくと、ピークよりも力が落ちたら抜かれる、はい、だから今度、その強くなったところに、どうやったら勝てるかっていう布陣をして勝つ。だから前回のナデシコが ピークの時の強いところに、どうやって勝つかっていう世代交代をした各国が来るわけだから、それをまた追い越すだけの若い選手が育ってこないと、その上にはなかなかいけない、だから連覇って難しいんでしょうね、チームの中でのこう世代交代、活性化というだけじゃなくて、他の国、他のチームが世代交代を促す、一回叩きのめして、そこを脱皮させるというプロセスがあるわけですそれはだって女子だとドイツとかアメリカからすりゃ、そりゃ簡単に日本に。 ランク1に乗られちゃって思ってくるわけだからね <laughs>、うん、ちょっと待ったっていう世界だからやっぱりそこでずっと全体的に レベルがね、はい、上がってくるんだと思いますし頑張ってほしいですよね、はい、一方 J リーグではこんな話題があります2014年シーズンプロモーションの一環として人気漫画「キャプテン翼」とのコラボレーションを実施することを発表しました<お>企画が大変な話題になってまして「キャプテン翼」漫画やアニメに出てくる必殺シュートなど J リーグの選手が実際に再現してみよう, <laughs> うインターネットで動画配信しようというものなんですね 1> 第1弾先週公開されまして、ものすごいアクセスになってます、<laughs> FC 東京不動のサイドバック、太田康介選手が、あの宗田誠君のカミソリシュートに臨んだものです、カミソリシュートって、森さん、ものすごい切れ味で曲がるんでしたっけね、はい、横に、きゅーとゴールにこう外からもう中に入ってくる、ねうんし、しかもまあ僕もこれ見ましたけど、こアウトサイドで、はい。 左足でこれ実際にやってるんで、はい、これでもすごいですねアップされたのを見たファンからは、はい、本当に漫画のまんまだとすげえ切れ味やっぱりプロは違うと絶賛のコメントが届いているということですそして「キャプテン翼」原作者の高橋由史さんも この企画実現してくれてありがとうと言いたいです。私も映像を見ましたが、すごいです。さすが J リーガー、さすが代表。自分の想像していたカミソリシュートそのままでしたねとコメントしているということです。うん、で、第1弾がカミソリシュートということは、当然、第2弾、2> はい、第3弾もあるわけで、何が出てくるか、ファンの間でも話題で持ちきりです。 広島の森崎兄弟にあの立花兄弟のスカイラブハリケーンをとかいやグランパスのキーパー楢崎に三角コビを三角蹴りを大宮の選手がタイガーシュートでナックスタジアムの壁に穴を開けてほしいなど盛り上がっているそうです一番注目なのが誰が大空翼のオーバーヘッドキックあるいはドライブシュートをやるのかというところだそうです でドライブシュートといえばモリさんの広島の大先輩、はいえー、木村ルシさんが、はい、1980年代に「子どものリクエストに応えます」という NHK の番組企画でドライブシュートを、まあ、テレビ向けに披露したことがあったそうですこれもネット上で誰かがアップしたみたいなんですがさすがフリーキックの神と木村さんのドライブシュートについても絶賛の嵐だそうです。<ー> 僕たちもこれ、ちっちゃい頃ね、キャプテン翼を見て育ってきた世代ですから、よく真似しましたよ、例えばキーパーとかね、ポスト蹴って、飛んで取ったりするんですよ、僕もそういうのもやってみましたし、オーバーヘッドキックもね、若干やってみたら、バー当てて戻ってきたら、オーバーヘッドキックしたりね、まず当てて戻ってくるのが大変なんですけど、なるほどね。 森崎兄弟のスカイラブハリケンが見てみたいですね、飛べるんですかね、一 <laughs> 人がねこう足こう、足の裏にこう、ね、もう一人を乗せて、ジャンプするんですはい、はい、まあ10メートルぐらいは多分飛んでると思うんですけど、<laughs> <laughs> 着地が心配です、いやいや、これ,これでも、すごいですね、見てみたいですね、いろんなシーンをね、確かにね、はい、J リーグが興味のある方は、ぜひ、あなたもとりあえず、カミソリシュートからご覧になってみてください。代わっては高校野球いきましょう 組み合わせ決まる21日開幕する第86回選抜高校野球大会組み合わせ抽選会が行われました1日目からいきなり近畿勢登場します第2試合に京都の福知山整備山梨学院大学付属とそして大阪の履正社がその後の第3試合に出てきますさらには21世紀枠の出場で亀山さんのお父さんの母校ですよねそそうす天う見大島の大島高校ああどことやるか 5日目です、はい、第3試合なんと今大会最多出場京都の龍谷大平安と当たることが決まりました、はい、いきなりの小豪との対戦に大島高校の重原首相は「僕たちにとってはどこも強豪ですが小さい時から名前を聞いていた有名校と対戦できて嬉しいです敬意を払ってぶつかっていきたいですと」と熱い思いを口にしています、うん、大島高校は実は実インンフルエンザが、えー流行って いた影響などもありましてちょっと大会前部員がそろわなかったりしたそうなんですが遅めの5日目の登場というのもこれはついてるとプラスに考えてるということです、はい、亀山さん、うん、激励会に足を運ばれたと聞きました。 あの、高校生同士ですから、これ全力で大島高校もぶつかってほしいですね。そうすそうす、初出場で一番こう、最多出場36回、はいはい、っていうとこ、いや、よかったんじゃないどうせやるなら、うん、そういうとこで一番、まあ、近いっちゃ近い方だから、甲子園に。<laughs> ねそこと遠いとこをやって頑張って。 で同じ高校生だしね、38回最多出場とはいえ、彼ら38回出てきてるわけじゃないの、ね、あなるほど、うん、自分たちの一番、今までやってきた中では一番きれいな球場で野球できますので、あ<ー>楽しむことです甲子園、ねあの、打ち合わせでもおっしゃってましたが、はい、グランド、甲子園は本当にきれいだから、はい、選手たちは確実にうまいプレーができる、いいプレーができるいや、それ、大島高校、のグランドで取れなかったやつが取れますよ、甲子園来たら。は 俺上手くなったんじゃないかと思える実際に上手くなれる甲子園に来ればそうですよもう本当のコーヒーの上で野球してるみたいなもんですからね綺麗なーコーヒーの引いたローストしたあれよそう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 ,<ー>もうスパイクの踏んだ後まできちっと映るぐらいの、うん テンションも上がるでしょうねだから上がってもいいからこんなとこでできるってワクワク感でね「うそっええやんねん」とか思わずに緊張というよりはその上がったテンションをパワーに変えたらそうですねちょうどこんだけ5日目ってなるとその。 圏というか、ね、甲子園近辺の気候にも慣れてくると思うからですかねできればあの大島高校のためにあったかくできるだけなってほしいですよね。かわってはレスリングです2年ぶり7度目の優勝レスリングの国別対抗戦女子ワールドカップ決勝が行われ日本はロシアに8対0の完勝2年ぶり7度目の優勝を飾りました。 今日の新聞にも出ていましたあのお父さんが救世されました急に亡くなられました吉田沙織選手も出場し優勝で手向けをした形です、えー、他の選手にも当然吉田選手と親交のある選手たちがいっぱいいます、えー、吉田選手に対して他の市場国の選手たちが歩み寄って励まして共に涙を流すという写真も配信されていました吉田沙織選手 お父さんなら行きなさい、勝ちなさいというと思って試乗しました、いろいろお気遣いをさせてしまって、すみませんでしたと、非常に語っていいたととうことですで試合の前は明かしませんでしたが、実は怪我などもあって、万全な練習がそもそもできない状態で臨んだという報道もありましたんで、うんうん、でもさすが女王、すごいですね、亀山さん、吉田選手。はい、やっぱ強さっていう、いろんなところに強さがありますしね。うんう たぶ世界の,その,みんなそのレスリングの,、ね、あのプレーヤーの人たちもみんな尊敬するレベルのプレーヤーですから毅然といかなきゃというのもあるだろうし、まあ、お父さんも、ね、控除されてたという方でしょうから多分森下がサッカーであっても我々、野球であってもアスリートってそこに向かうよね。はい <laughs> 一番の花向きがそううなってしまうよね葛藤あっても、うん、どういう結果になってもとにかく試合に出たいという思いは絶対にあるとそうそう、うんま、日本独特っちゃ独特かもしれませんけどねうん、うん、もう一ついきましょうバレーボールですベスト4決まるバレーボール女子 V プレミアリーグ決勝ラウンドに住む4チームが決まっています あと2節残っているんですが、もう、勝敗の関係で4チーム自体は決まりました。首位の久光製薬、そして東レ、岡山シーガルズ、トヨタ車体が決勝ラウンドに進むことが決定しています。亀友の竹下義江さんの全所属チーム、JT マーベラスは現在11勝15敗で、セット数などの関係で7位となっています。 8位が3勝23敗のパイオニアで7位と8位がチャレンジリーグ、下位リーグの1位、2位との入れ替え戦に臨まなければいけないんですが、えー、5位、6位、7位そして4位までの枠であれば僅差だということでもありますので残り2節も目が離せないということだそうです。 イングランド代表チームにあるスタッフが召集され話題になっています。それはスティーブ・ピータース氏という心理学者で精神科のお医者さんだそうです。実はこの方、過去にプレミアの名門リバプールやオリンピックイギリス代表のサポートをして成果を上げたことから白羽の矢が立ったんですが、専門としては pk 戦のメンンタルルコントロールをお願いいいしたいとといううことだそうです実はイングランド代表最近主な大会で7度 PK 戦を戦う機会があったんですがそのうち6回 PK 戦で負けてるということで PK というのは技術もあるけどとにかくメンタルだろう。 心がけというよりはその精神的な面のアドバイザーとしてお願いしたいということだそうです、うん、えー、PK 戦のキッカーに対し普段からのイメージトレーニングなどを通してケアを実施実際に優れた成果をピータース先生は挙げているんだそうです、はい、あの J リーグではあまり聞きませんが、はい、一般的には毛さん PK 戦の鉄則というのがありまして、はい、スタッフがまとめてくれたんですが1先行、はい、が有利である ある研究チームが1970年から2000年にかけて行われた主な大会30年間の PK 戦2820件を分析した結果先行最初に蹴る方のチームが6割勝利ししていることが分かりました5人蹴っても決着がつかない場合いわゆるサドンレスになりますがここでも先行チームが8割以上の確率で勝つということですへ。 これもしさん、やっぱり最初に蹴った方が、後のチームに対してプレッシャーをかけられるということなんでしょうか。まあ、でも、よくよく考えると、確かに先行を取るチームが多いですよね。うん、亀山さん、野球は後攻めの方が、さよなら勝ちのチャンスが広がるから、はい。好きだっていう人もいますよね。そうですね。ただ勢いつけるためには、先行がいいって言います。はい どちらかというとあの弱者の,あの戦力が劣っているチームが奇襲を仕掛けるよ、ね、うなそ,、はいはい、そしてポイントその2、うまい選手から蹴る、まあ、5人蹴るわけですが、1番はできるだけテクニックのあるプレースキッカーなどが蹴るのが一般的です。はい、というのは、最初のキッカーがゴールを決めるだけで2番手、3番手のキッカーのプレッシャーがかなり軽くなる。逆に言うと、うん 最初の選手が外すと、ものすごい雰囲気悪くなるということでしょうかう後ろの選手にどんどんプレッシャーかかってきますしね、最初っていう、まあ、言われてるように、1番目が入れると、2番目とかも、やっぱ続きやすいのは続きやすいでしょうね、<ー>集中してる中で、ただね、僕思うんですけど、1番目もそうですけど、5番目も結構緊張するんじゃないかなと思うんですけど、これ、ふざけた <laughs> あの質問かもしれないけど、<laughs> はい、先行後攻決めずに。はい 両方でや、同時にやったりんじゃない <laughs> <laughs> あ、ゴール二つあるから。あっちとこっちで、ね、いや、でも、外したとかの、あれを順番にこう外すからまたこうお互いのプレッシャーがかかるんじゃないですかね。もう入ったか入ってないかわからんかって、今何回目言うて聞きながらやってない。いや、だけど二番目、三番目の人は結構ちびるよ、これ <laughs> <laughs>。その当事者同士が分かんないだけでしょ <laughs> はい。二番目は入った方が出るわけじゃん。出ますね。はい。でもやっぱそこまでやっぱこう、 プレッシャーがかかって、こう、交互にやるっていうのがいいんじゃないですか、うん。すみません、テレビ局的には、1個でやってくんないとカ大変、はい、今のテレビは2画面撮れ,<画>れ,れる。画面から撮れる、撮れる。ちなみに、森さん、PK 戦は J リーグで1回経験したことがあるい、はい、意外ですが、回。昔はでも本当、J リーグがね、うん、PK 戦まで突入して、勝ち点を決めたときもありましたから、はい、まあ、そのときは、基本的に正直僕は、 PK 戦になる前に必ず交代してました走り切ってお疲れさん状態か <laughs> いやお疲れというよりも PK になるなって言った時にはやっぱもう僕結構ねキーパーが飛んだ方向に蹴れるタイプやったんですよね <laughs> 蹴れるタイプ <はい S 1> ある意味反応がいいはい反応がいい。<はい S 1> たり合ってしまうんですよ <laughs> いいい <laughs> 蹴った時はだいたい4番目とか五番目ぐらいだったですかねそれはどうなんですか僕一回だけ蹴ったのは四番目五番目ぐらいに 蹴りました、うんはい、でも4番目5番目もやっぱこう外してしまうともう後がないっていう状況ですから、うん、同じようにやっぱプレッシャーがやっぱかかりましたねすごいちなみに当番組のゲストに来てくれたこともあるなでしこの川澄奈穂美さんは、はい、代表では佐々木監督から5番目、うん、一番最後にお前が決めろというふうに指名されることが多いんだそうです、はい、でご本人曰く「はい、私はプレッシャーは全く関係ないですと」とすごいですね まあただ、これその、なんか、一茂さん、すごいでしょうし、はい、あのまずこれ、イングランド代表っていう、はい、代表のレベルで言うとですよ、はい、それぐらい苦労してはい上がってきた人たちがすごいじゃないのかなと、<laughs> 思うんだけどな、<laughs> 今さ先生のお話聞かなくても、お医者さんにアドバイスいただかなくても、結構、PK やる時でも、最後、うん、足とかも疲れたりして、普段練習してても、最後のキックのところに、少しこうね、 踏ん張りが効かなかったりっていうのももちろんありますしね。はい、PK 練習っていうのも当然日々の練習の中でありますよね。まあ今のまあジェリーグでやる中では最後に PK 戦というのはないので、うん、試合中の PK を決める人たちは個別にやっぱ最後こう PK の。 練習をやってるっていうのはどこのチームもあると思いますけど、どね、全員がっていうのは、天皇杯とかのカップ戦前ですね。<laughs> 意外とそういうもんなんです、ね、もう精神、心理学者精神科医を呼ぶよりはもうこれ、そうだね、一番いい解決を見つけた。<laughs> はい、うん。これはもう、金本さんとか、<laughs> はい、新井隆弘選手と一緒に。<laughs> はい 鹿児島ででごま火 <laughs> の<日>の前でお経のでのもう苦しいというところをずっと火の前でね、はあえー、頑張ってみませんかということをいくら前に言ってみたいかな <laughs> 以上亀梨と羅のちょっと仮面でした <laughs> さあお待たせしましたここからはセレッソ大阪アンバサダー森島博明さんの「わしが言うたる J」です今週のサッカートピックスはこちらです サッカー J1 が開幕セレッソ大阪はここまで2勝勝敗ち点で3位につけています全体の印象はモリさんオープニングでも伺いました、はい、ここから連携を高めていってというところでしょうかそうですねまあ、うん、本当、まあ、キャンプの中からね開幕をこう、まあ、ACL が先にありましたけど、はいまあ、リーグ入って初戦を負けた中でも、うんまあ、チームが1試合1試合こう。 まあ連携も含めて良くなってきてるなという印象はあるので、はい、まあそういう意味では、まあ、まだまだこうチームとしては、ね、これから良くなっていくんじゃないかなという感じがありますけどねでなんといっても話題は新加入のフォルラン選手なんですがメールいただいてんます開幕からずっとセレッソ観戦、応援していますが、はい、フォルラン選手の運動量がやや少ないと。 思われるのが気になりますコンディションはフォルラン上がってないんでしょうか浮いた感じはないでしょうか一方の新戦力のカチャル選手は同時期に合流しながらも早々にチームに馴染んでいてコンディションも良いように見えます森さんはどんなふうにご覧になりますかお願いしますといただきました、はい、まあフォルランに関してはやはりまあ 運動量とかね今言われてましたけどこれはまあ全体的なまあ動きというところで、うん、まあ連携で結局動いてるタイミングってあるんですよははただ周りがそのタイミングっていうのをまだちょっとこう見えてなくてボールが出ないっていうシーンとか駆け引きっていうのはまあ常にやってるんですけどね、うん、まあそこの連携っていうものがまあこれからあってくるのかなっていうので言えば、まあ、あの先日のね清水,清水エスパルス戦はシュートシーンっていうのが まあ入らなかったですけど、はい、まあ何本かこう周りとの連携の中でフィニッシュの形もできてましたんで、はい、まあただ、フォルランっても世界的なねこんだけのまあ活躍してきた選手でありながらやっぱちょっとまだ1点入ってないこう力が入っているのかなという印象は正直、ちょっと感じましたけど<ー>ままああでも雰囲気はすすごくありりよやっぱり相手からするとそそそそフォルランに1点、はい。 J リーグ初得点、初ゴールっていうのをされる瞬間に、はいその、セレッソ攻撃陣のゲートがだーっと開くイメージがあるはずなんですよね、まず止めとけと。ホ、はい、ルアンにだけは決めさせると、はい、もう一気に行かれちゃうと、う雰囲気的に。 そこがパシッと収まるって非常に厄介だというので、うん、相当そのプレッシャーがかかってるような気もしないでも、ね、まあそれもありますよね、うん、まあただやっぱ相手もやっぱ必ずやっぱマークするというところはありますからまあ他の選手たちねあの活躍できるチャンスっていうのはまあ広がっていくわけですからだから点をやっぱでも早くね、まあ、1>, 1点は取りたいんじゃないかなという感じはしますけど、うん、カチャル選手はね もうこれは、来た時から、まあ、キャンプの時からもそうですけど、はい、まあ非常にもうアグレッシブで強さとやっぱもう足元というところもぐいぐいボール持っていきますからね、はい、そういう意味で言うと、まあ、藤本幸、ね、太選手がちょっと怪我をした中での今、ここのポジションというのをうまくいい形でプレーしてこう相手を潰しているので、はい、まあそういう意味では山下選手も、ねはい、今、 まあ先日も得点をしてアシストをしてという活躍をしてますけどちょっと伸び伸びプレーはできているんじゃないですかうん、うん、そういうい意味ではディフェンダー登録ですゴイコ・カチャル選手背番号は30番ですねセルビア出身27歳、えー、おっしゃったように藤本選手らとともにディフェンスラインを組んでいる選手なんですが、はいはい、このセレッソ ディフェンスラインが非常に機能してますよね。サイドバックの丸橋選手、酒本選手、そしてセンターバックの藤本選手、山下選手にカジュアルといったところなんですが、はい、リーグ3試合でわずか1失点いいですね。そうですね。まあ、昨シーズンもやっぱ守備っていう安定感がね。うん、やっぱ攻撃的なセレッソというのを支えてましたから、はい、まあ、そういう意味ではまあ、こうやってね。失点が少ないまあ、初戦の失点というのがありますけど。うん、まあ 今シーズンもやっぱ粘り強さというのはこうやってね、ねまだ他の選手たちもまだ若い選手たちも入ってきた選手がいますから、はい、そういう選手たちと含めて安定感というの選手層というのはまあちょっと安定してきたんじゃないかなっていう感じはしますしね。うん どうしてもセレッソっていうと攻撃的なイメージがありますけど、はい、今年、まあ、去年から評価高かったんですけど最終ラインがしっかりしてると前の選手も安心していけます、はい、サポーターも安心して攻撃の方を応援できるという効果もありますよね、はい、そうですね、まあ、先日はエスパルス戦がねちょうどあの清水エスパルスの斎藤俊英さんも清水のアンバサダーだったんですよ、はい、でちょうど一緒にこうラジオでちょっと話しながら見てたんですけどはい,、はい、いやあの山下選手 大絶賛してました、同じポジションなんですよね、代表、元代表選手ですから。 山下選手、いいよってお墨付きでした<ー>、うん、山下達也選手に関しては、もう代表にも呼ばれて当然じゃないかという声もあります、すごく評価高いですよ、ね、評価高いですね、だからまだこれからね、はい、代表、センターバック、実は人材的に日本人は非常に難しいポジションなんですけど、山下選手のいいところ、センターバックとしてどんなところですかね。やっぱりこう、まあ、相手に 対しての強さあとはこう、まあ、あのセットプレーの中でね、あのヘディングでまあ点を取ってますけど、はい、そういう高さっていうものも十分持ってるので、そういう意味で言うと、やっぱ潰せて、やっぱそういう高さっていうものも武器になっているっていうところは、非常にいいんじゃないですかね、まあ、若い頃と比べて、やっぱ安定感というかね、少しこうボール奪った後とのフィードっていうところも、最初の頃っていうのは不安あったんですけど、はい、今はもう自信持ってやってますから。はい まあこれもっともっと伸びていく選手ですちょうどこうヘアスタイルがこう侍みたいにこうなってる、長髪の選手はは、ね、背番号23番です、はい、そしてえ身長182センチの山下達也選手です、はい、そしてえ前の方ミッドフィルダーで言いますと、元代表の長谷川アーリア・ジャスール選手もすべての試合に出場しています。なかなかかフォルランにこう ススポットが当たってますすけどこのアーリア・リジャスル選手もいいですね、はい、そうですね前節は、まあ、ボランチのポジションでね今までは少しこう高い位置でやってたんですけど、まあ、ボランチをやって前向きに、まあ、プレーをしてて、はいまあ、いいボールを前にねこう供給してましたし攻撃のアクセントであったりやっぱ少しこう中盤のところでね、はい、リズムを変えたりということで、まあ、ポポビッチ監督も 吉 c 東京時代にまあ一緒にやってる選手だけにね、すごくやっぱ信頼してる選手の一人ですし、今のこのチームの中で、またね、長谷川アリア選手がこうボランチに来ると、またこれで荻原選手もね、またいい刺激を受けて、丸橋選手、丸橋じゃない、山口選手ですね、その辺も含めて、またポジション争いっていうのも活性化されてくるんで、そういう意味では、この、 長谷川アリア選手の,、ねはい、この存在というのもセレッソがまた一つ、ここの選手層というものを、ね、刺激してるように感じますね去年のセレッソだと例えばオリンピックとかワールドカップなどで代表の選手が抜けたりするとちょっと戦力が落ちて厳しくなるというような時がありましたけれどもいろんなポジションに複数の選手がいてポジション争い。 選手層がどんどん熱くな、熱くなってますよね。そうですね。だから本当こう、まあ藤本選手がね、怪我をして。うん、そこにまあ、カチャアル選手が入って、はい、まあそれ以外の選手たちもいますし。で、そういう意味では、一人こう抜けた中で、でも、もうチームがやっぱこう、十一にしっかりこう戦える。戦力。うんうん、まあ。 ベンチ組をね含めてすごくこうシーズン戦う上ではやっぱり常に上位にいるチームっていうのはボリュームダウンしないことって大事ですもんねはい常にやっぱりそのコンディションというかチーム力を維持していくっていうのは、うん、はいでまあ攻撃というところで言えばまだまだねうん、うん、点を取らなければいけない選手たちもまだいますからそういう意味では、はい、柿谷選手っていうのもやっぱりこのフォルラン選手っていうねフル、うん、代表っていう刺激を受けて俺は日本代表だとはい ここのチーム内でのこの特定の意識っていうのもよりゴールへの意識が高まってると思うのでここの競争っていうのももう楽しみではありますよね南の選手とかも前の方も本当に豪華なメンバーそれぞれがいいところを持っているというラインナップですそしてちょっとお話し出ました ACL ですグループ E のセレッソは初戦はアウェーで韓国のポハンと戦い1対1の引き分け2戦目はホームで中国のシャンドと戦って1対3で負け現在1 分けいっぱいでグループの4位なんですがまだあと4試合残しているため全然まだ逆転の可能性が大いにあります、うん、で森さん J リーグやりながら ACL も勝ち進むっていうのはまあそうですねスレッソもうね1回 ACL の舞台初めて出させてもらった時に。 なかなかこう移動と J リーグと、なかなか両方こう戦っていく難しさっていうね、はい、リーグがなかなか今度、集中できないっていう状況だったですけど、いいプロ野球ではちょっとそういうの考えにくいですよね、<laughs> 考えにくいですうんすごいと思いますまあただ、チームとしてね、こうやってまたこうアジアの戦いっていうのに、はい、まあ出れるという幸せな部分というのと、ーチームがまたこういう経験っていうのが。 だからまあシャンドンでホームでねセレッソは絶対まあ勝たないといけないっていう試合の中でもう相手のこの勢いっていうのに逆にホームで相手のそのスピード感ある攻撃にセレッソが何も立ち上がりさせてもらえなかった相手のリズムを出させてしまったんですで結局1対3という形で負けてしまったんですけど ただその経験というものが J リーグの中で、うんうん、まあもっとやらなければいけないっていうチームを成長させてくれる舞台だったと思うので、うん、まあそういう意味ではね、この ACL というところも、これ勝てば世界一になれるチャンスがあるから、うん。だからやれるんだろうねって思った、はい、俺いつもね。はい、その各国でやってる J リーグのプレーっていうのは、 ワールドカップへ向かっていくための,その一つの道かもしれないけどこの ACL っていうのはその先にチーム全員で世界一になるというそれがなかったらこしんどいね、これ <laughs> ま,まずアジアでね一番になるっていうのはまあセレッソ、まず日本で一番まだなってないんでいきなりこれアジア一位に先になってしまうチャンスもあるわけですもんね。うん、はい、あ これでも2頭追うものはとかいうことわざがありますが、はい、J リーグの優勝と ACL のまあ優勝両方同時に狙えるものなんですかやっぱりどっちかに集中しなきゃいけない時が来るんでしょうかどんななににお考えになりますかいやでも選手も最初に今シーズン、ね、迎える時にまた優勝できるチャンスが増えたと。 はあ、だからまたこうそういう意味ではもう全てやっぱこう前向きにタイトルを取りたいという思いを口にしてましたし、はい、まあ言えば今シーズンは今年というのはワールドカップイヤーでもありますからはい、はい、日本代表というところにまた出ていく選手たちというのもいると思うので、まあ、そう考えるとセレッソの選手たちというのがまた何人代表も呼ばれるかわからないですけど。うん まあ大変なシーズンになるとは思いますよねああ。だから確かにそう考えたら、2番手、3番手っていうポジションにいる選手は、はい、非常に今年のようなその年は、チャンスが回ってくる、うん、代表もあれば、その ACL、その過酷な日程もあればってなると、はい、出るチャンスが増えてくるわけだもんね。はい、増えててきますねワールドカップイヤーって 基本的に J リーガーの選手たちもメンバー選ばれるまでは全てみんなチャンスあるじゃないですかだから自分がやっぱここで選ばれたいという思いを持ってプレーすると思うので。 J リーグ自体もすごい熱い戦いっていうのがどん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 ん生まれてくると思うんですよねそういう意味ではまた今年大阪ダービー関西ダービーとねいいガンバー、ヴィッセル J1、ね、戻ってきましたからこれまた熱いですよいい J リーグも熱いねさあそんな熱い J リーグさらには ACL の日程ご紹介しておきましょう明日の火曜日夜7時からヤンマースタジアム長井で ACL の試合ありますタイのブリーラムユナイテッドというチームです、はい なんかタイのチームってすごく走りそうなスピード感ありそうなイメージでですすけどねねそうですね、まあ、ただ、セレッソとしてはね、うん、ここのホームのこれ絶対勝ち点3というのはもう絶対条件ですからそういう意味では、ね、この3戦目にして勝ち点3というのをこれ一番大事な試合だけにね。ね、はい、これはもう おせおせで行ってほしいなっていう思いがありますね。うん、まあみんながもうもちろん徐々に分かってる試合ではあるね。はい、フォルダンどうなの出る？まあ出るとは思うんですけど、これはまたどういう戦いにね、うん、最初に出るのかどういうのっていうのは、これすべての選手がまた。 どういう布陣でいくのかも僕もちょっとなかなか想像つかないんですけどはい、はい、逆に途中から出すスーパージョーカーとしてフォルランを起用するパターンもきっとあありまますよねまあそのジョーカーもまたすごいジョーカーですね <laughs> そこです、ね、そうパーんとまず1点取るっていうのも1つかもしれないですね。<ー> そして、えー、J リーグの日程で言いますと23日、日曜日はアウェーで鹿島戦です29日、3月29日の土曜日はホーム・緊張スタジアムでアルビレックス新潟戦お昼の2時からですそして4月12日土曜日同じくお昼の2時からヤンマースタジアム長井で大阪ダービーガンバ大阪との試合が控えています<ー>なんか日程、亀山さん見るだけでワクワクしてきますね。ね また1年ぶりの2年越しの大阪ダービーになりますね、はい、森さんそうですね、うん、もう亀さんもしっかりこうスタジアムに来ていただけないとよっしゃ<の>いいパワーをですねいくぜいい、ね、いや<ぐ> <laughs> サッカー始まる時期ってちょうどいいねセレッソってやっぱり桜だからあ いいとこ触れてくれますね桜です,桜ですだから僕も桜色のシャツを着てきてます、ね、なるほどさすがとりあえずは明日の a c f ブリーダムユナイテッド戦必勝を期して応援していただきたいと思いますそして29日土曜日は緊張スタジアムアルベリックス新潟そして412土曜日は大阪ダービーとなっております以上 U‐TERJ でした 明石市の恵美ちゃんさんとお読みするんでしょうか、えー、50代の女性の方です我が家の大学生の娘が言ってましたセレッソを応援する女の子セレジョっていうらしいよすごい増えてるらしいよ <laughs> えそうなんですかやっぱり柿谷さん効果なんですかそれとも森島さんが現役の頃にもセレジョうようよいたんでしょうかいやーいい質問ありましたねお<ー>はい 間違いなく最近です<最>近 <laughs> こんなメッセージも頂きました <laughs> 奈良県北葛城郡の38歳のラジオネーム走る男さんです私すごい花粉症なんですサッカー選手で花粉症の人ってどんな対策してるんでしょうか そうですね僕は今、大変花粉症には苦しんでおりますけど、選手時代は僕はあんま花粉症になってなかったんですけどね、口呼吸しんどいですもんね、結構走るから、サッカーにそうですね、薬飲む言うても、一応ね、ドーピングっていうのもありますから、飲めるもの、飲めないものっていうのもありますんで、そういうところはチームの中でね、しっかりメディカルと含めて、対策はしてると思いますけど、トレーーナさんがそうですね。うがい 鼻うがいそういうのももちろんしないといけないでしょうね水でやったら痛いんだよねあれってるんですでもすっきりするんですよね食塩混ぜるといいらしいそうらしいですね刺激がね亀山さん花粉症どうですか今年いや BM はまだこの週やばいんじゃない今週僕らも最近絶好調ですね鼻から喉から痛くなりますもんね コンディション整えるのも含めてセレッソ大阪の皆さん本当に気をつけて頑張っていただきたいと思います。ね本当にこっからですからね。そう,そうもう花粉、PM 二点五、これ降砂、いろんなものが今週はバンバン飛んできてるらしいんでね <laughs> 皆さんも。 ぜひコンディション整えてほしいなと思いますけどね。そしてコンディションといえば、阪神が心配ですから。大丈夫。大丈夫。コンディションが。よかろう、が悪かろうが、三月二十八日はスタートするんだから。去年もね、確かそうおっしゃってたように記憶してるんですよ。もうなんだかんだ言ったって、開幕は来るんです。やるんですって言って。大丈夫ですか。阪神の話じゃなくて。え、なんで。ですかセレッソ、セレッソ頑張ってください。 引き続きあなたからもメッセージお待ちしています。<laughs> 番組終わってからでも大丈夫です。かめとも MBS1179.com。かめとも MBS1179.com でメールはもちろん24時間受け付けています。来週もできたらご紹介したいと思います。番組の公式ホームページ,ーページにもメールの送信ホーム、そしてウェブラジオのリンクも貼ってありますのでよろしくお願いいたします。さあ。 本当に期待のセレッソ、ますます頑張っていただきたいと思います。はい、そうですね。まあ、なんせ関西勢、いろんなスポーツ頑張ってください。はい。それが私たちのね、番組が非常に楽に、<laughs> 楽によろしくお願いします。<laughs> 森さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いしたはい。それではまた来週です。さよなら。さよなら。<laughs> さよなら。